えー、茂木直子です。えー、バネッサ・ブリ・ウィリアムスじゃないですけど、最後に、えー、面白いプレゼントをもらいました。えー、神戸のバンテーヌですね。神戸のバンテーヌが、どうやら、えー、バンクマン・フリードの逮捕に繋がったようです。えー、アクセサリーショップをダミー会社としていた川崎のぞみ事件、藤本静子事件ですね。えー、これが、えー、実はここにある通り、ドローン、ウクライナのあの、 えそして神風ドローンっていう名前からさしてもこの神戸の番手の大阪の連中が神戸の連中が関与してることは確かですそしてこの連中の犯罪は、えー、実はここに、えー、暗号資産ってありますよねマイニングそこにバンクマンフリードがいたというのをさすがアメリカです えー、いち早く私のツイッターで嗅ぎつけて、小室圭、真子さんごっこの犯罪を見抜いたアメリカは大したもんですね。おそらくあの、まあ、皇族関係に入った小室圭が、えー、小室真子という偽装、偽装の女、えー、小室真子は実は、えー、本当の真子さんじゃなかったわけですよ。えー、その、ニューヨークにいる連中はもう,うダミーの連中なので、 えー、その連中であるということも、いち早く嗅ぎつけて分かって、そして、えー、じゃあ金は一体どこ行ったのかっていうことで、えー、バンクマンフリードが、まあ、逮捕事件です。まあ、事件ですので、えー、私は本物の茂木直子。えー、私の恋障害期は複数回証券番号が変わってました。えー、損保ジャパンを、えー、まあ、えー、まあ、隠れみのにして、たくさん証券番号を変えていた。ああい日意味道は損保。 KDDI グループの犯罪が明るみになりました。まあ、ここで、え、三井不動産のニューヨークの、えー、ホーンテッドマンション。これが、えー、執行されると思います。私は証人として本物ですから。158センチ、体重70キロ。えー、っと、埼玉リソナ銀行の、えー、小玉支店の長山ではない。あんな肩幅広くない。それから顔も全然違う。ベビーフェイスなんで、丸顔の、 ように見えますがで私が一生懸命言ったものを変造して、自分の女房に顔を似せていた原田新平の犯罪であり、えー、それがばれると今度は石塚千明を嫁に持っていた、損、え、保、ー、ジャパングループ、布施千明を嫁にもらった布施安の犯罪であり、佐藤康彦、斎藤康彦の犯罪であると。アメリカであんな馬鹿みたいな派手なことをして、 えー、テキサス州に逃げていっても、それは捕まります。捕まります。まあ、ですので、えー、私は証人として、出廷して、その、えー、国のこの、えー、アメリカの英断を後押ししようと思ってます。よかったです。アメリカに失望しかけておりましたが、えー、ちゃんと犯人を捕まえました。えー、あなたにプレゼントします。えー、三井不造さんのホーンテッドマンション そのために、えー、私に払ってくださいね、損保ジャパンは。そして、えー、その、えー、ホーンテッドマンションを一緒に回収しましょう。以上、本物のもぎなおこでした。私に似せた顔、全然ダメです。えー、は、外骨。室外骨、本砕骨折。これで争っておりますから、全然ダメです。えー、統一協会、それから東京会場。これは、犯罪の恩賞を、井上隆則。 という人間がやっていたと。堀口康堀康史。そして、えー、大谷という人間もやっておりました。大谷翔平っていうのが、えー、アメリカに行って大リーグになった。うん、あの、私、野球大嫌いです。関係ないです。平野恵子ですね。野球が好きで。ラグビー部のマネージャーだったのは。友人でも知り合いでも何でもないです。 40年以上話したことないんですけど、その女。富永妙里江理恵というブスもそうです。内田京子も、中村直美もそうです。こういう挑戦側のこんな女ね。えー、全然関係ないです。話してません。そんな人間で承諾行為をした、三井住友会場原乗之の犯罪やるということです。ダン